安倍博市安倍博市大賞11年10月7日は、日本の内務官僚、政治家。群馬県知事、千葉県知事、富山県知事、新潟県知事、東京府知事を歴任。衆議院議員、貴族院議員、日本赤十字社特別社員を務めた。議会及び君党は、肖像医君位等。道の区国岩手郡森岡出身。屋敷は、 江原郡大井町元芝にあった。南部藩士、安倍雄平の子として生まれる。四つ年下の原隆氏とはいわゆる幼馴染の間柄であり、後に原に郵便放置新聞入社を勧めたのも安倍であったとされている。母親戦争後に上京して、慶応義塾に学び、苦学の末に卒業して1874年に岡山県職員として採用され、後に、 公務省職員、鉄道事務官を経て、内務省に移籍して社事局長にまで上った。伊藤美与寺などと親しく伊藤博文系の官僚であったとされている。その後、第2回衆議院議員総選挙において、岩手県第2区から無所属で出馬して、当選、第4回衆議院議員総選挙でも当選している。1896年1月に、 群馬県知事に任命されるが、当時の第二次、伊藤内閣は自由党と連携関係にあり、当時の内務省では未だに序前主義、政党敵視の傾向が強い中で、安倍は政府の方針を擁護して公然と自由党との連携を打ち出すなど、得意な存在であった。直後の群馬県会選挙では自由党候補に有利な計らいをしたとされ、自由党の圧勝の原因となった。だが、 8月にはわずか半年で千葉県知事に転任する。千葉県においても、安倍は県議会自由党と結んで、学校建設の促進を約束するが、翌1897年4月にはわずか8ヶ月で、更迭された。折しも千葉県人情市販学校の建設をめぐって、建築担当職員が業者から賄賂を受け取って、検査に手心を加えたという疑惑が、 明らかになった最中での交代であり、進歩統計を中心とする反対派からは、知事がこの事件に関与していたとの疑惑が出された。1898年2月には、富山県知事に任命されるが、8月には再度、千葉県知事に復帰した。安倍の退任後、柏田森文、安藤健介と短命の知事が続き県政は、混乱していたが、安倍の復帰は、 前回の市販学校をめぐる問題が終わらないうちに、辞任してからわずか1年半での復帰であったために、混乱をかえって深めさせた。特に県政本統計は、安倍知事の復帰に強く反発した。これに対して、安倍は、県政統立県政誘拐系の登場、両平県会議長と結んで県政の掌握に努めた。また、前の任期で果たせなかった、中学校6校と、 農学校の新設を実現させ、さらに農耕銀行を設置するなど、辣腕を振るった。ところが、1902年12月27日に、教科書の採用をめぐる出版社による贈収賄事件が発生し、出版関係者のみならず、柏田西文新潟県知事や安倍、東条県会議長ら有力地方政治からも、拘束された。安倍は賄賂を直接受けなかったものの、 当場の要請で彼に賄賂を送った業者による教科書の採用に同意したとされたのである。結局、安倍は起訴を免れたものの、この事件の解決前に失脚した柏田の公認として新潟県知事に赴任したことから強い非難を浴びた。1906年12月15日に貴族院直選議員に任じられる。1907年に新潟県知事を退任し、 同年6月22日、近景官志向を仰せつけられた。翌年、第2次、西恩寺内閣の下で、東京府知事に任命され、近景官志向は消滅した。退任後、1914年4月7日、再度近景官志向を仰せつけられ、外遊の後に1919 19年に現内閣の成立によって再度東京府知事に任じられた。退任後は、 日本国際社長などを歴任した。大正11年10月7日皇居。去年は70歳。墓所は、京里森岡の別邸から、岩手県道2 2十号を宇治小橋優河お世線を渡った安倍館町にある。ここは、栗谷川城石付近で、安倍氏先祖の地だとして、北上川を望む、この地に墓所を定めたのである。ウィキソースには、日本赤十字社六寺の原文があります。 ありがとうございます。